ヘッドですね、ここの帽子の部分ですね、帽子の部分の彫り込みが甘くなってるのでね、彫っていきたいと思います。三角刀ですね、三角刀で彫ります。基本的にはこういう彫り方で彫れるんですけど、結構こうやっても動かしても削ることができるので、これでも結構削れるんでね、どちらの方法でも使えるんで結構便利ですね。縫い目がここにこういう風にね走ってますんで、これを、彫り直します。木下げですね。えぐっておいて深い目にしておくと帽子がかぶってる感じがしっかりしていいですよね。こういうところとかね。ただ溝を掘るんじゃなくて、やっぱり段差になってるようにちょっと処理しながら口を少しだけ掘り込んでおきます。真ん中だけ少し掘っておけばいいでしょう。鼻は毛がき針ですね。毛がき針でこうですね、小鼻をグッと押してあげると、こういう感じ。ここすると、ここの心がプッとちょっとね膨らむんですね。ここがね、ここがちょっとプッて膨らんで鼻っぽくなるのでいい感じです。ちょっと甘いって言えば甘いですね。はっきり 目を描く位置ははっきり書いてわかるんですけど、ちょっと甘いのでちょっとだけ彫っておきます。顎周りがね、ぼんやりしてるので、丸刀ですね。三角刀と同じく、こうだけじゃなくて、この引っ掛きでいけるのでね。で、丸刀は、三角刀に比べると引っ掛きの時に曲面を、こうやって掘り出すことができるので、使いやすいですね。人間の顔は曲面ですので、こう少しずつ、曲面を掘っていくというようなことができます。流し込み接着剤で、ちょっと表面を慣らして、はい、じゃあこれで頭 OK にしたいと思います。